Dynasty 韓国ツアー RE3 Helm by Jill Barrington ということでさあやっていきましょうか。壁に張り付いたままですね、24時間待機していただいたという状態ですね。でなぜかこっちに向かって、女の子がこっちに向かって歩いてきているということで、まあね、RE3 ってなんだ、 RE2 とね、RE4 とね、韓国ツアーやってきたんで、やっぱりね、まあやっぱりもう初期からのね、彼女のね、このちょっと歪んだ顔を歪めている、歪んだ顔って言い方が違う、それは超失礼。ね、まあ、このね、推定 H カップのね、バストをですね、はい、まあ、拝見しながらですね。ということで、まあ、早速やっていきましょう。で、残念ながらですね、銃にね、ホルスターを入れ忘れてしまったということでね、まあ、バイオ3のね、原作なんかだったらね、ここに登ってね、ゾンビちゃんをね、やり過ごしましょうみたいな、そんなこともやったりとかしてたんですけれども、まあ、今回は普通にね、歩いてやっていきましょうか。はい、ということで、ドーナツストアっていうのがあるんで、違う。ジュルー、こっちだーってなんか呼んでるね、小太りのおっさんがいるんですけど、あれ、原作と違ってなんか、結構小太り太ってるねーって、キャー、バイタッチしてきてるー、エッチ、スケッチ、ワンタッチ、ツータッチ、スリータッチ、あ、なんだ、バイタッチしてくるかと思ったら、全然ボディタッチすらもしないですね。はい、まあ、原作と比べるとね、かなり勇敢な顔つきをしているんですけれども、まあ、それも多分ね、やっぱカロリーをしっかりと摂取したおかげで、まあ、その分が勇気に回っていったのかな、そんな風に思ったりするけどね。ところで、お兄さんたち、そっち行ってどうすんの、どこ行くの、ちょっと待って、今、完全にここあれですね、乗り越える仕草もせずに、スッと抜けていったね。で、ここら辺とか、まあ、いろいろとチラチラ、なんか、ドクロじゃないですね。はい、まあ、向こう側に行くとね、まあ、ゾンビがね、チカチカ、ゾンビはチカチカしてないですね。はい。で、向こうの方で待ってくれてますね。で、このホースを使ってゾンビのことね、おー、すげえ、へえ、めっちゃべっちょべちょやん、エロ女、はぁ、ここでべっちょべちょになるとあれなんですね、これ、大丈夫か、もうこんな最初からべっちょべちょの状態でさ、すげえ、全部濡れてるけど、多分これさ、前も話したけどさ、前回パートでもお話をしましたが、ここでね、よく見るとね、ちょっとね、下着のラインが見えてるんですよ。で、下着のラインが見えるほどね、ね、多分直に履いてるっていうことなん、直にね、来てるっていうことだと思うんで、シャツをね、こんだけ濡れてれば多分ね、そのね、下着のこの前のラインとかも見えるはずなのに見えないってことは、何を着てるんでしょうね。で、ワイン、ビューで、ソーラーという感じですね。はい。で、まあ、$23.99何があってね。まあ、ここのお店もね、多分ね、よく通ってたんではなかろうかというね、まあ、リキッドとかで、まあ、酒屋っちゅうことですね。で、なんか、あそこの方でずっとじらーっと待ってるんでね、さっさと来いよーっていうふうにこっちの見てるんですけども、そんなことは気にしないで、まあ、観光ツアーなんでね、いろいろと見ていきましょう。で、フリーデリバリーってことで、まあ、デリバリーするのはタダですよって、多分そう。あ、出た、これ23、え、これもしかして来たー !XWW226、これだー、これ RE2 にも出てきたやつですね。RE2 にも出てきた、使い回ししてんだ。これはちょっと不届き者でございますね。ちょっと、おい、待ってくれ。え、あー、くそ、行っちまって。え、何がなんか一人で勝手に盛り上がってるね。あ、自由の女神さん。はい。で、オペラ・ジュリエット。まだ服べっちゃべちゃ。まあ、それはそうだね。一瞬で乾いたらそんな恐ろしいことないですよね。はい。で、こっちに書いてあるのが、ラクーン・レアル・エステート。で、これは何て書いてあるんだ？P から始まっているから、パイパイ。で、こっち行って、シネマが、シネアーってやってるね。うん、シネアーってめっちゃ言われて。ね、これ、あれだね。RE2 からの移植してきているっていうのがね、ちょっとね、いかんともしがたいっていうところですね。はい。で、こっち行くとカフェショップ。まあ、これ、隣接ちゃっちゃ、これで一緒ってことですね。で、こっちに行くと。で、これがあれなんだね。例の、さっきじゃない、前回パートで襲ってきた、ネメちゃんがなんか乗ってたやつらしいですね。アンブレラって、あそこに来たんだけど。で、こっちだ、ん？まあ、観光ツアーをね、楽しんでいる方々がたくさんいらっしゃるんでね、もう本当に、おー、爆発。で、このマーク、またあいつらが、はい、ということですね。で、で、こっちの方は特に見ると、あ、ちょっと待ってね。こういうの、ほら。こいつもだ !XWW226! どこにでもおるな。で、67890。67890。うん、10が表示できなかったからでも。多分このチカチカもね、多分ね、あっちでチカチカしてるのと一緒のスタイルだろうね。はい。で、これもしかして。よく見ると、XWW226! いやー、どこにでもいるねー。XWW226。使い回されまくってんなー。まあ、この後もね、パトカーたくさん出てくるけど、ずーっとあれ、ゾンビ眺めてるんだな。すごいね。うん。で、あれはなんか、なんだっけ、プレデターみたいなやつですね。で、ディザスターになってるけどね。災害か。で、この横が、なんかジャスティン・ビーバーみたいなやつですね。で、あれは完全に、Time to get started ってね、Who wants the first ticket to hell か。うん。
多分あれはあのエアコンバット、コンバットマグナムですね。なんだっけ、トップガンを意識してて、でこっちが多分ね、あのトゥ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 のやつだね。でこっち行きましょう。でここね、もう出方がもう激しい。でこっちの方に行きたいんだけど、これ現実なの、こんな大勢でってなんかすごいカックカックしてるけどね。うん、で消防車ここに登ってさ、で、あの、ホースでファッションってやっとったら、多分ね、奴らもね、いやー、もうお水が冷たいってなって終わりだったのかな。で、多分あれも AXWW226 かもしれないですよね。これちなみに後ろ下がれるんだって。ゾンビが、わー、たくさん出てくるーということでね、まあ、こっちの方に向かっていきましょうか。今のところ残念ながらの抵抗手段が全くないっていうことなので、まあ、このまま襲われ切ったら終わるというところなんですけど、これちなみにこっちは、こっちに戻って、戻れなくなってるー。ってことはこれすり抜けてシュッ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 、さあ果たしてこれは出たー、 XWW226 ということでピザ屋の看板をボーン、よいしょ、わー、ゾンビが急いでー。ここの酒場の中もね、いろいろとね、観光ツアーやってみたかったんですけど、ね、残念ながら、うわー、捕まれてる、痛いだし、痛いよね、痛いよね、ワン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 、一緒に逃げるのよ、どうなるか分かってる、分かんないわよ、だって見たことないもん、もちろんよ、首切られてドクロになっちゃってる、誰だっけ、ケネディじゃないわ、ケネスか、ケネスとかしか知らないんだものって、実際にゾンビ、あ、そうか、でもゾンビになったやつ知ってるよね、誰だっけ、あのフォレストスパイヤーとかね、あ、出た、パイパイ、なんかあれだね、あれみたいだね、なんだっけ、あれみたいだね、どれみたいだよ、スプラトゥーンみたいな色してるよね。で、こっちの方で、こいつってこう蘇ってくんの？こいつは蘇らないのか。ちょいと失礼。あ、もうゾンビ化してる、完全に。ごめんね。さすが警察官。ストーン！さあ、銃を構えて、パキッ。5発しかないので、で、ここはちょっとゾンちゃんが出てこようとして、二日酔いで酔っ払って倒れてますね。よいしょ。じゃあ、ここはくぐっていきましょう。で、こっちの方は何かいたんだっけ？オープン、あ、なんだ、降りてくるやつだけか。じゃあ、こっちは関係ないから、あ、やっぱスペースボタンだね。ドゥシャ。なんだよ、同僚が襲ってくんのか、お前、ね。だからあれだろ、一緒に働いてるときはさ、高みの花だ、高根の花だったからっていうので、声をかけることすらもままならなかったけど、ゾンビになった瞬間、ちょっと大胆にも、もう、告白を飛び越して体ごと襲ってやろうみたいな、そういう魂胆だろ、後ろのデブ誰だよ、お前。よし、ということで、こっち下がっていきます。なんか、影がテロテロしてるけどね。はーい。よし、オッケー。じゃあ、こっち進んでまいりましょう。ゴミ収集車の中にお手で巻き込まれて、くるんくるん回って、キャー、じゃあこっち行きましょう。はい。で、生存者がこんなところで仁王立ちしていると。貴様ゾンビだな。ああ、来るな、近づき、ごめんね、ちょっとね、まあいろいろと爆発してさ、いろんな熱いんだ。ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ。ごめん、ちょっと私が案内する。隣の部屋からドンって音が聞こえたから何かなと思ってちょっとちらっと覗きました。ここのお水は、出せないとか、ちょっと、あるね。これか、言ってたやつ。言ってた、誰が言って、あ、そう、一番最初にやろうとしてた時になんかいろいろあったやつですね。あ、なんだ、ほ、へぇー、めっちゃ便利じゃん。お、じゃあもうこれさえもう勝ちです。勝ち、なんか光がテロ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 って、あれ？気のせい？光がテロ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 って、あー、なんだ、気のせいだった。よし、じゃあ、バン。うわー、この人殺しめー！ねえ、あなた名前はここにいたら取り残されるわ。やめろ、見てろ、訴えてやるって。会話になりません。この人とは会話になりません。どうにか会話。ねえ、警官、力になるわ。弁護士、訴えるぞ。本当に会話になりません。残念でした。また来てね。テロ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 。はい、そういうことでございますと。で、こっちに進んでいこうとするんですが、まあ、狩りに関してはですね、もう、ここのね、兵所恐怖症とね、あとね、酸欠によって耐えきれなくなって、出た瞬間にゾンビに食われておしまい、ちゃんちゃんってね。星が綺麗です。星だと思ったけど、あれだね、埃が単に回ってただけだったんだな。じゃあ、こっち進んでいきやしょう。ファッションショー。くだらないです。で、こっち、チャカポン。で、こっちね、後ろバンっているとね、ここにね、お戯れをしているのがいるんですよね。でーっ、ひっ。でも、お戯れー、なんか、クリティカルヒーって言ったな。あいつ生きてんのか、なんだ、ただのハリボテだったようだ。
くるっと。で、こっち、あ、もう一応戻れんだな。戻れるけど別に戻る必要がないと。RTC、ラクーントランスセンター。トランスポートセンターかな。はい。で、こっちの方でゾンちゃんがね、デーンっているんだけど、こっちバーンって行くと、ウェーこのゾンビ柔らかいでございますね。ところてんかな？チュ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 。ところてんかなって言ってるけど、当たらない。当たらなかったら意味がないんですよね。で、こっちの方には、何か、何もないね。で、あっちの方でも、わー、あれ？なんだ。閉じ込められたかわいそうなやつか。あいつには当たらないんだよな、残念ながらな。ということで、くぐっていきましょう。ということで、あ、尻！ちょっと待って、尻が見たい、尻。もうちょいローアングル、もうちょいローアングルにならないか。無理か。残念だったね。お姉さんを一杯お茶しましょうや。今だけお茶しましょうやっていうさ、なんだろう、ナンパの仕方するやつとかいるのかな。で、いなくなってるし、ほんで。え、どこ行ったの？頭テカ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 してる。あいつもテカテカしてる。あれ女なのか？違うね。で、酔いつぶれたやつがいるね。完全に。こいつに関しても刺さって死んじゃってるけども、刺さったのが原因だな。T ウイルスとか関係なくて刺さっちゃったんだな。はい。で、サコピーザーで、こっちの方に進んでいって、ひっくり返って、アーメン。ウェーウェーウェー。ああ、意外と硬い防弾ガラスだったね。ここもやっぱ襲われる可能性があるからなのかな。で、こっちの方で、あいつは生き返る？あ、なんだ、あいつもただの。はい。Keep a ticket with you! よし、オッケー。じゃあ、こっちの方でテロンと戻っていきます。テロン？テロンって戻る。おー！積極的な男子がいるわー！いやー！さあ、戻りましょう！くるっと振り返ると、なんか誰かに襲われるのかなと思ったけど、そうでもなかったんだな。ということで、デン、デン、デン。使える武器はどんどん使っていくでゴンス。デン、デン、デン。うえー。え、これは生きてるのかな？よいしょ。あ、違う、間違えた。そうか。あー、ナイフの使い方がちょっと違うから分かりにくいな。生きたー。はい。あ、でも残念ながらこれ Z バージョンではないので、グロいことにはならないからご安心ください。手足ちぎれてね、四肢粉塵みたいなことになることはないんで、まあ、ご安心いただけたらというふうに思います。ということで、今から不可思議な現象が起こります。今倒したはずなのになぜか復活。お姉さん一杯お茶していこうや。なんかナンパのパターンが一緒だっちゅうのっていうね。はい。ということで、お尻。しりしりしりたいな。で、おい、上に上がってって、ポピーッという、そんな感じでございますね。はい。で、わー、眩しい！光がこちらを照らしている！うーこちら、おわっと。スワットじゃなくて、おわっとって書いてあったぞ、今。こんなもんなんだ。で、ここら辺にある、まあ、ここにはさすがにパトカーないか。そうだね。パトカーはないから。まあ、ここら辺のね、車とか詳しい人とかだったらね、あれがなんとかかんとかだとか、キャテラックだとかね、言えたのかもしれないですけど、僕は残念ながら全くもって詳しくなんかないので、それを言うことができない。パブリックなんだ。パブリックマーケット。なんだ、一般マーケットか。つまんね。つまんねってなんだよ。よし、じゃあこっち行きましょう。で、ロケットランチャーがヒューマン。まあね、キャテラックじゃないや、なんだったっけ。忘れた。忘れた、なんだったっけ。なんだ、あれだ。カプコン製ヘリだから、でも残念ながらもそういう感じになっちゃってるってことですね。はい。ということで、はい。じゃあ、近づいてくるエイリアン。次はこっちの番よ。マイちゃん、ベッチ。サムのベッチ。ふぅ、相撲取ってやるわ。ぬぬ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 ぬ。ホールド。連打とかだったら、でもチュ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 バーン。このままアクセルを踏んで爆発でーん。あれだね、アメージングスパイダーマンみたいな感じだね。最高。デュン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 。マンホールの中に落ちてってしまうと思ったら、ちゃんとネットが引っかかって、ああ助かったーってなってる。ゲホゲホ。なんかちょっと前にさ、ダイソーどっちなんだろうな、発音わかんないけど、100円均一ショップ、ダイソーってあるじゃないですか。あれで、ほら、リュックが落ちないようにっていうので、なんか巨乳のお姉ちゃんがリュックを背負ってるみたいな。ちょっと逆場所、燃え散らかしてる、ドゥン、ドゥドゥドゥン。あっ、迫ってくる。このままじゃ、私、やられちゃうわ。まあ、ちょうどね、水で濡れまくってたから、いいんじゃないですか。よう、ビッチ。ドゥン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 ド
触手の出し入れが自由自在ってすごいよな、こいつな。あ、出た。ザッツ陰謀ちゃん。はい。彼もね、一応ツアーガイドです。すげえ、寂しい言い方だけど。はい。ミスター陰謀でございます。ということで、肩を貸して、あ、Hカップが。でもね、Hカップね、あんまりね、プル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 しないのに、なぜかね、カルロスはプル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 してんだよな。おかしいよな。で、ロケットランチャーをぶちかまされてるのに原形とどまって膝ついてるだけっていう視点で何かがおかしいんですよ。吹っ飛ぶとかじゃないんですよ、何かがおかしいんですよ。ただただ膝まずいているだけってどういうことなのって感じなんだけどね。はい。ということで、ですね、はい。じゃあ、まあなんかいろいろとやっていくんですけれども、とりあえず地下じゃないなんだっけ、地上に登っていって、そうか、分かったよ。よし、行こう。一旦何があるか。はい。エイリアン vs ダイオウイカ、まあ、クラーケンかな。はい。どこのバッカが閉めたんだ、どっかのバッカが閉めたんだ。これターミネートとエイリアンがガナと合体してね。スカルストーカー。ストーカーってもうこの作品やないかっていうね。ということで、地上をちょっとご案内していきましょう。で、こちらで、All Hope is Gone。あー、すべての希望は失ったってね。まあ、確かにこの状況だったら言っても仕方がないかなっていうところですね。はい。で、ここにまたあ、これちょ、あったあったあった、例のパタカー。これも来たー！ AXWW226！ もうどこにでもあるわね、ほんとに。もう、すごいな。ほんとにすごいな。で、アンブレラ、傘？傘を取り上げてるって感じだな。お前にこの傘は早い！最悪やん。最低やん。よし、じゃあ、こっち降りていきましょう。もう AXWW226 はもう飽きたからね。ほい。作って、クイッ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 ク。で、これは？これは何を目的としてるのかな、よくわかんないね。ある日起きたら突然ボーリングのピンになってましたみたいな。うん。で、ウルフ・オブ・ザ・バトル・フェイル。なんかゲームのあれを取り、パクってきてる。あ、出た。シュワちゃん。これも RE2 から持ってきてるな。これあれだって研究所にあったもん。うん。ほら、なんとかライフとかさ、クッキングライフとかそういうのあったもんね。うん。いろいろ落ちてるけど。これあれじゃないの、鉄の女じゃないの。はい。で、これは、あ、出た。ディザスター。うん。で、コンバットマグナムと、ジャスティン・ビーバーですね。はい。で、今回、あ、じゃあ時計かと思った。時計がなかった。はい。ラークン・シティ。行ってなかったのか、行けよ。あんなやつ初めて。これあれじゃん。RE2 に出てきたおデブちゃんゾンビがさ、最初にさ、うー、食べたくて仕方がないよって言ってた、なんだっけ、自販機なんじゃないですか。ね。滑るから気をつけてねー。ここまで来たイフエリックリン。なんかめっちゃ喋ってくるよ、こいつ。だけど同じ武器持ってっからな、私もね。ふい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 。ちょっとちょうだい。あなたたちがこの全てを引き起こした。俺らはみんな。いや、絶賛落ち着いてますね。絶賛落ち着いてるんだけど、ただ喋ってる人間がクソやかましいだけっていうだけ。お首がピリピリピリしてるけどね。はい。まあもうそんなのいいんだけどさ、早く開けていただけないでしょうか。はい。これでもアサルトライフル持ってるのはいいけど、うん。アサルティを持ってるのはいいんだが、柄悪いな、こいつ。ドアの開け方はちょっと教育しなきゃいけないですね。はい、行こう、ここだ。急に走り始める。走る。で、これ何だったっけな、これなんかぶよぶよじゃなくて、なんかほら、ボールをぶ投げて、ね、あれやつ。で、ロブスター。この間行ったお店にザリガニが売ってましたね。ザリガニ、ウジ虫、ゴキブリ、あとなんかが食えると。ジェームズ・クラブス。はい。で、あ、いいね。これはあれだ。あー、忘れた。ジョーカー。はい。なんか、ピエロのお化けとかあるよね。パーティー、なんでピエロってこんな怖いんだろうね。本当に。僕は怖いんですけどね。はい。で、ミツルーって、コールだな。ミツルじゃねえな。はい。トラディショナルジャパニーズレストラン。ジャパニーズレストランはね、こんなはだけた着物はないですからね。はい。ちょっと幻想が入ってますね。うん。まあ、女体盛りとかね、なんかやったやつなんかあったりとかしてたけど。はい。で、ここら辺の看板はもうなんか見た通りで、あー、で、これはなんか、お猿のジョージみたいな顔してるね。うん。で、ビッグ・イー！なんか、ストリートファイター2みたいなのが混ざってるな。で、メガマン。めっちゃ見てるー！めっちゃこっち見てるー！で、隊長大丈夫？お邪魔しまーす。隊長。このレディーが違うの、逆だな。お前たちを助けてやるんだよ、私が。そこんとこ勘違いしないでよろしく。お前は彼女名前すら聞いてないのか。ああ、なんとかバレンタインだ。彼女はラクーン死刑の特殊救助部隊、ジルの方が覚えれるやろっていう話で、なぜかジルじゃなくてなんとかバレンタインなんだ。確か名前は面白いよな。まあ、その名字を覚えるか、下の名前ってあんま覚えないか。うん。
ジルよ、ね、ああよろしく、ああよろしく、ミハイル・ビクトルだ。じゃあビクトルって覚えとくわ。 UBCS 小隊長の、うん、UBCS なんだっけ、アンブレラ、アンブレラブルンブルン、コアコア、シュンシュン、もう語彙力がなすすぎて、はい。で、それで状況はということなんですけれども、まあ完全にですね、あのゾンビにやられちゃってますね。以上、じゃんじゃん。10万人の市民のほとんどが、そんなバカな話が通じるかっていう話ですね。ということで、まあゾンビになるっていうことなんですけど、でもさ、これはあれかな、そのブラッドが噛まれて、お前もどうなるか知ってんだろう、いい知らないわっていうのはやっぱり願望があったから、お前陰謀テロテロしてる、やばいじゃん。願望があってっていうことなんだろうかな。まあ、うん。多分、うわぁ、なんか奥の人たち、完全にドットになっちゃってる。動かすことができれば、うん。生存者たちを避難させられる、ね、絶望。左からトム、ブラウン、そして、助けがいる。トム・ブラウンやないか。我々だけでは手が足りない。まあね、助けがいるって言ってるから、まあ仕方がない。助けて差し上げましょう。後ろの方で、なんかね、なんか、なんだっけ、エイリアンがこっちの方見てるけどね。力になる。よし、手を組むということですね。まあそれで構わないですよというところね、大事なのは市民だ、そうなんで、カルロスはね、まあね、そのアンブレラのやってたことと、その兵隊として助けるっていうこと、そのね、あれは関係ないというか、その別だからね、それ実態を知ってるわけじゃないですからね、使い方くらい知ってるっていうね、無線ぐらい、お首がテロテロしてる。よし、じゃあ、まず大事なことだからということで、まあ、この T シャツ、そうなんだろう、こういう白い T シャツ、ああ、女の子が寝てるね。白い T シャツが似合うかっこいい男とかになりたい。それで上は、なんかスプライトっぽい、スプライトだっけ、あっぽいですね。まあ、ヘルス、ちゃうわ、ヒール、ああ、回復なんですね。まあ、走ったらね、まあ、なんだっけ、忘れた、ああ、なんだったっけ、ベータアラニンとかそういうのが入ってるのかもしれないですね。うん、で、こっちの方は、特に、全部同じやな。広告費のかけ方が間違ってるやろ。もっとさ、こう車両ごとにさ、別の広告、車両ごとに同じ広告を貼る。同じ車両にこんだけ宣伝してたらさ、もうなんか、ねえ。あそこにもある、あそこにもあるって、全然こう、幅広い、認知を広めることができないですよね。急に出てきたな、アインシュタインと。これで誰だ、わかんないね。うん。ってことで、アサルトライフルの弾だ。やった。ゲッチュ。たまなし野郎だ、たまたまがない野郎だ、で、アサルト、めっちゃアサルトライフルの弾くれる。で、おじさん大丈夫？急な腹痛？なんか腐ったもん食べちゃった？うん、まあそういうことってあるよね、やっぱりね。うん、美味しそうなものが目の前にあったらさ、実はそこにウジが湧いてたとか、そういうことってよくあるね。ないわ、そんなこと。さて、こっち進んでいきましょう。ということで、まあ次のセーブポイントのところで一旦ね、まあ観光ツアーを一旦ね、ここのパート区切らせてもらおうかなというふうに思っております。まあね、実際に戦闘が始まってきたら、果たしてクソさがうまくいくのかって言って、おそらく、あ、これあれだ、これもあれだ、警察署、ラクーンの警察署からパクってきたやつじゃねえか、RPD じゃねえか、だってほら、1枚、2枚、3枚って、この間2枚が重なってるやつとか、もろあったもんね。まあ皆さん、ぜひね、僕が警察署をね、いろいろペラ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 やってるところで、これ、で、これさ、気になるんですよ。ここにさ、お乳がさ、ケチャップ別調ってなってるけど、これあれなのかな、こう、いろいろ上からバーンってなった時に、こう、誰かが下に潰されて上ってなってるのか、それともこの中にたくさんの、ね、お死体が、埋まってらっしゃるのかってところですよね。で、important、大切ですよって、キャッシュ、現金よこせって、フォーフィーズ。まあ、それはそうだよね。車、3つのタイヤとか珍しいもんね。ないよね、普通にね。ドリンクのざらし。で、driving、breaking down、downings。かっこいい。なんか、ガリッガリになったウェスカーみたいな感じ。ディープキス。ブル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 。で、トバコ。トバコ。で、ファイン。たくさんの本がありますね。スペースサイエンス。ここら辺は電気通ってるんですね。はい。じゃあ、冷えた、ジュースを飲みたい方は、ぜひ、お飲みください。ピーピーピーねえ。この距離だったら、もう喋りに来いよっていうね。まあ、でも、あれか、ビクトールさんの治療が大切だから、そういうのやってるのかもしれないですね。はい。で、あなた何するの？何もする気がないやつ。まあ、あれだ、電車が走れるように復旧作業を行ってくれているというところなのかもしれないですね。で、たくさんのガンパウダーと、あ、違う違う、めっちゃ普通に。アシスティッドってやったことがないから、どうな、あ、そうか。これめんどくせんだよな。違う、間違えた。操作慣れるもんね、大変かもしれない。レッハーブ。一発目で重ねてくれない。カチャ。はい、オッケー。で、ここは、まだ開けることは、まあできるんだけどね、できるんだけど、どうしようかな。まあいいや、まあ、そんなことも気にしながらね。はい。で、時計塔がここにも集約されて終わっていると。左からセバスチャンと、トムとブラウン。だからトム・ブラウンやないか。
そんなことはクソどうでもよくて、ヘイブー、チューチューしようぜ。ここな、あ、そっか、ここあれか、イグジットなんだね。はい。で、こっち進んでいきたいところなんですが、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、前座がいよいよ終わってですね、ここから、本格的にツアーが始まっていくというところなんですけれども、なぜかさっきあった雑誌がここにもあるというところなんで、不思議だね。不思議だね。ほんで、グリーハーブ食べれるよっていうのがあったりとかするんですけど、まあ、この辺りで一旦終了とさせていただきたいというふうに思っております。ということで、ここまでいろいろとあるんだけど、これ使っていこうかな、どうしようかな、ねえ、まあ、どんな風にやるかなっていうのは、まあ、いろいろとこう、ちょっとあれなんだけど、まあ、でも使うのはやっぱ、こいつかな。だって皆さんにね、安心安全をお届けする観光ツアーをね、やっぱ心がけてやっていかないというふうに思っておりますんで、そんな危険にさらすなんてことはもうさすがにできないですから、まあ、ボッコボッコにしてやるよって言ったらこれは持っていこう。うん、ちょっといろいろと持っていくのがめんどくさいというところでございますんで、一旦じゃあ、こんな感じで、終わりにしたいというふうに思う。おー、よいしょと。はい。というところですね。ということで、今回も観光ツアー第2弾お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。次回からね、本格的にストーリー進んでまいりますんで、ぜひお楽しみください。ということで、次回パートでまたお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお待ちください。ではまた。